省エネによる貢献するという。リアントシリコンのトランジスタに同じ条件で通電、温度の上昇をサーモセンサーで観察する。3分後、画面左、リアンは緑色なのに対して右側のシリコンは赤くなった。電気が熱エネルギーとなって放出されてしまい失われているのだ。15度ほど違いましたので、これは一つのデバイスでこれだけの温度が違うということは次の省エネ化に大きく貢献すると思います。ジャズが学会、産業界含めてですね、次世代のパワーデバイスとして、高効率が実現できる、小型が実現できるという場所が国益になるようなデバイスだというふうに期待されています。ジャンボパワーデバイスとしての研究は2004年頃始まった。入社以来、半導体に携わってきた上本康弘、ジャンという材料に出会った時、その大きな可能性に心躍ったという。もう全然世界が違います。もう得られる特性がですね、もう明らかに桁的なので、このデバイスを使いこなすことによってもうシステムが全然革新できると。早速上本ら研究チームは夢の材料ジャンと向き合った。しかしそこには大きな壁が立ちはだかっていた。半導体の材料の電気的特性には2種類ある。ゲート部分に電圧をかける、つまりスイッチをオンにしなければ電流が流れないものをノーマリーオフと呼ぶ。シリコンがこれにあった。しかしジャンの場合、スイッチをオフにしていても電流が流れる、ノーマリーオンと呼ばれる特性を持っていた。ノーマリーオンというのは普段の電流の流しっぱなしで、そのゲートでブレーキをかける、まあ、そういうふうなトランジスタなんですけど、そのブレーキが壊れてしまうと電流が流れっぱなしになって、電源とかですね、車とかに使うといきなり壊れてしまったり、これをノーマリーオンじゃなくていかにしてノーマリーオフにするかというのが非常に大きな壁で、これをクリアできない限りは商品化は良いんじゃないと。研究チームはある特殊なゲートを基板上に置くことにした。それは隣の光デバイス研究チームが取り組んでいた P 型ギャンを使ったものだ。そこなりのチームでやってた P 型バイオのノウハウというのをパワーデバイスの手に取り入れたのでうまく伝えています。これが見事に空を動した。 P 型ゲートの真下にできる電子が結合した。空洞層が電流を遮断、課題だったノーマリーオフを実現したのだ。だが効果はそれだけではなかった。世間のみんなはノーマリーオフにしようとすると、なるだけ止めなくするために電流が流れにくいようなトランジスタにした上でゲートの工夫をしてノーマリーオフを作るという手段をやってきたんですけど、僕たちの場合は電流がすごく流れやすいような成功の低いトランジスタの生でゲートを外に出てる。研究を始めて2年、ギャンの性能を最大限に引き出す成果は会社を動かした。当時落ち込んでいた半導体事業部市改正の一手として、実用化目指して舵を切ったのだ。量産化を任された高橋は当時をこう振り返る。新たな製品を作れるということで、大きな判断でもって商品をですね、有料化に持っていくという形をですね、託されたので、最初から、いただいている大きな期待とプレッシャーの姿ですね、当時スタートしたのですね、記憶しています。しかし再び大きな壁が行く手を阻むことになる。もうギャンをやっているとみんなが苦しんでた課題なんですけど、カレントコラプスっていう現象がですね、このギャンのトランジスタには引き分けてまして、カレントコラプスとは高い電圧をかけると電子が内部にとどまり電流が流れなくなる現象のこと。450V以上で発生、原因はつかめなかった。この技術開発というのは世の中においてですね、先行している、メーカーもなければ参考にできる文献もない、いろんな技術として我々はやっぱり自らで、全部作らせていただければないと。結晶構造の品質向上など考えられることは全てやった。しかしタレントコラプスの対象には至らない。お前たちこれができないとこのプロジェクトなくなるぞと。機械感はあったといえばあったと思います。はい、当時600V で製品を出そうと言っていたんですけども、その実力が450V でもっと上げるためにはどうしたいんですか。そんな中、チームが注目したのがノーマリーオフ実現のために採用していた P 型ゲートの特性。チームは P 型ゲートをもう一つ設置、そこからプラスの電荷を帯びた抵抗コールと呼ばれる素粒子を注入。あるととどまっていた電子が消滅したのだ。考えうる限りの型を盛り込んでしたとして、200個ぐらいの型を全部したとして、で評価にその中に1つだけ。は勢いよく流れた。実用化に目処が立った瞬間だった。嬉しかったです。はい、毎日が非常に充実してたのを覚えています。最初なんか間違えたなと思うぐらいすごい結果だったので、みんなでこれほんまかと飛び上がって喜びました。